姿勢情報番組ピックアップ情報の道。今回は子育て応援いくちゃんサービスについてご紹介します。スタジオには広島県健康福祉局子育て少子化対策課久保田園子さんと広島県の子ども元気いっぱいキャラクターいくちゃんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、久保田さん、まずは今日スタジオに来てくれているいくちゃんについて教えてください。はい、いくちゃんは広島県子育て応援キャラクターです。すくすく育つイメージ、元気に歩む、いくイメージからいくちゃんと名付けられました。もう広島県が本当に子育てに対して様々な応援や支援をしているということから生まれたキャラクターですが、具体的にはどういった支援があるんでしょうか。はい、広島県では子育てに対する負担を減らし、親子で出かけやすい環境を作るため、地域の店舗や施設に協力してもらい、子育て家庭に優しいサービスを提供しています。その中の一つがいくちゃんサービスということですが、詳しく教えてください。はい、いくちゃんサービスは平成19年2月から始まった、広島県内の店舗や施設で提供されている妊婦さんや子育て中の家庭に優しいサービスです。現在いくちゃんサービス参加店は約6700のお店と施設に拡大しています。そして平成29年4月からは対象を18歳未満の子どもがいる家庭に拡大し、中高生のお子様がいる家庭でも利用が可能になりました。子育て中の家庭にはとても嬉しいサービスですが、具体的にはどういった内容なんでしょうか。はい、おむつ替えスペース、キッズスペースや子ども用の食器があるといった小さなお子様とママ向けのサービスと、料金の割引、プレゼントの提供、自転車の修理サービスなどお得なサービスがあり、妊婦さんから18歳未満の子どもがいる家庭までがご利用できます。このサービスを受けるのにはどうしたらいいですか。はい、基本的にはお子様連れのご家庭ならどなたでも利用できますが、一部料金割引などのサービスについてはいくちゃん画像を提示する、いくちゃんサービスを見たと伝えるなどの条件があるお店もあります。広島子ども夢財団が県内のイベントや感染症対策など子育て情報を配信するキッズメルマガに会員登録をしていただけますと、このいくちゃん画像が特典として送られてきます。この画像をスマホなどで保存し店舗に提示してください。なお、この画像は県外にお出かけになった時にも同じように子育てに優しいサービスにご使用いただけますので、まだメルマガ会員になられていない方はぜひこの機会に画像を手に入れてください。このいくちゃん画像を提示する、もしくはいくちゃんサービスを見たと答えるということですが、サービスはどこで見ることができるんですか。はい、どこのお店にどんなサービスがあるかは広島県の子育てポータルサイト、いくちゃんネットでご確認いただけます。尾道市内のいくちゃんサービス参加店は現在240店舗以上あります。いくちゃんネットを見ていただけますと、市町やお店のジャンル、サービス内容で絞り込んで検索することができます。たくさんのサービスがありますので、ぜひ利用していただきたいですよね。はい、子育て中の皆様、いくちゃんサービスは子どもたちの健やかな成長を地域ぐるみで支える取り組みに賛同いただいたお店や施設で提供されています。お子様連れ歓迎のサインとしてお出かけしたらいくちゃんを探してみてください。そしてまだいくちゃんサービスに参加されていないお店の皆様、尾道市内に子育て支援の輪を広げていくためご参加いただきますようお願いいたします。参加を希望される場合は広島子ども夢財団までご連絡ください。お問い合わせ先は電話番号082-511-1215です。
参加店舗が増えて、さらにこの子育て支援のサービスが充実するといいですよね。そうですね。そしてなんといってもスタジオに来てくれているいくちゃん、子どもたちにも大人気だそうですが、いくちゃんは尾道でも会うことはできるんですか？はい、先月尾道市民センター向島で開催された尾道キッズフェスタでは、たくさんのお子さんに会えていくちゃんも大喜びでした。いくちゃんは県内のさまざまな子育てイベントに参加しますので、いくちゃんを見かけたらぜひ声をかけてみてください。イベントを楽しむだけでなく、いくちゃんにも会えるとなると子どもたちも大喜びですよね。はい、それでは久保田さん、お問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせ先は広島子ども夢財団までお願いします。電話番号は082-511-1215です。最後に番組をご覧の皆さんに一言お願いします。はい、いくちゃんサービスは子育て家庭に優しいサービスとなっておりますので、ぜひご利用ください。今回は子育て応援いくちゃんサービスについてご紹介しました。久保田さん、いくちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。